2017回始めます。12月15日なかなか進まないね、今回産経新聞からですね、これもまあ、このチャンネルでもたくさんやってる隣人トラブルももう本当多いね、しかも最近は高齢化社会だから、この隣人トラブルもね、高齢者の割合が増えてきてるね。今回、隣人との騒音トラブルかっていうことでね、あの前回もやりましたね。この間あの隣のね、高齢者80代の女性を78歳かな確かがね、騒音トラブルであのいきなり耳を切り取ったっていうのをやりましたけどね、耳を切り取るってもうちょっとできないよね。今回は83歳男現行犯逮捕、玄関に灯油のような液体まくっていうことで、隣人との騒音トラブルかっていうことで、兵庫県警、市営住宅の自室の玄関に灯油のような液体をまいたとして兵庫県警明石署は12日、放火予備の疑いで、明石市の、無職井端隆容疑者83歳を現行犯逮捕したと。脅しのために灯油をまいたと、放火するつもりはなかったと容疑を一部否認していると。逮捕容疑は12月12日午後0時40分ごろ、ね、真っ昼間ですね、市営住宅を、焼損、焼こうとしたとして、市営住宅をね、燃やそうとしたとして、自室玄関の床に灯油のような液体をまいたとしていると。自分の部屋の、玄関に灯油のようなものを撒いたと。同署によると、同日正午ごろ、井端容疑者の隣の部屋に住む女性から、カセットボンベをベランダに投げ込まれたと110番があったと。通報を受けて署員が現場に駆けつけると、井端容疑者が住む部屋の玄関、自分の部屋の玄関のドアの隙間から廊下に灯油のようなものが、漏れ出していると。で、井端容疑者とこの女性ね、隣の、なんていうのかな、市営住宅だから、隣の人は、今年2月頃から、井端容疑者とこの女性、騒音をめぐるトラブルがあったといい、詳しい経緯を調べてるっていうことで、隣のね、80代の女性、に嫌がらせしようとしたんだろうね、これね。で83歳の男性が、灯油のようなものを自室に撒いて、相手の部屋じゃないのね、自分の部屋に撒いて、それが廊下に染み出してたと。でその前にカセットボンベみたいなのをベランダに投げ込んでるっていうことで、で騒音トラブルがあったっていうことでね、前回やったやつもそうですね、騒音トラブル。これ集合住宅はね、騒音ね、市営住宅にしろアパートにしろマンションにしろ、やっぱり騒音トラブルっていうのは大きいね。ご近所さんとのトラブルってやっぱ騒音が多いんじゃないかな、一番っていうかほとんどじゃないかな、騒音トラブル、やっぱり賃貸がいいとかね、集合住宅がいいっていう人もいますけど、一番はやっぱり騒音トラブルが気になるね、聞こえるよ隣だもん、で子供なんかいたりなんかしたらね、ほんと大きな声とか出すからね、騒いだりね、規制みたいなの発したり、やっぱりできればね、戸建てがいいんだけども、ね、経済的にそうもいかずにっていう場合もあるんでしょう、でもね、前回もそうだし今回もそうだしね、加害者も70代80代、被害者も70代80代みたいな多いね、最近本当に多い。もう数年したら多分最高なんだ、一番人口が多いのが85歳以上になるって言われてるね、80歳以上とか85歳以上、団塊の世代ですよ、団塊の世代、これがね、もう来年には後期高齢者入りますから、団塊の世代が本当にね、とにかく数が多いから大変ですよ日本ね、何かと、社会が明るくなるっていうことはちょっと考えづらいね、どうなのかね、人間長生きっていうのもね、こうなってくると、思いますよ。終わります。チャンネル登録、高評価、お願いします。失礼します。